という方もお疲れ様です。顔見れて嬉しい。ありがとう。元気だよ。全然元気私。うん、もちろん元気だよ。元気って元気元気。そう、昨日一昨日昨日と配信できなくてバタバタしちゃってて、今日はなんとか配信をしたくて、少しなんですけどやります。そう、なんかお仕事の終わり時間が見えなくて今日。そうそう、で急遽になっちゃった告知が。だからね、いきなりすぎて見れなかったって方がいたら本当申し訳ないんですけど、私は全然元気です。うん、痩せた、全然痩せてないよ。なんかさ言われるんだよね、痩せたって。いや全然なんですよ。なんかそう見えたのならめっちゃ嬉しいんですけど、まだまだ多いそう。そうだね、なんか年末にかけて結構公演とか、あと、ね、いろいろこうあれですね、もう少しでリリース、シングルリリースなのもあって、うん、そうそうそう、だから年末にかけては結構忙しいかもですね、みんなが、うん、そう。でもその分ね、こう嬉しいお知らせもできたらなって。そうなの、あのね、元旦は、そう、正月はなんと CM が、そう、 CM を流していただけるということで、とちおんがと一緒にCM の撮影をさせていただいたんですけど、それがね民放4局だから、もうほぼですね、テニーさん、こう4ちゃんからいくとテニーさん、UX さん、 BSN さん、 NST さんで、お正月に CM が流れるということで、ね、お正月は多分私も含めお家にいる方が、ね、多いと思いますので、新潟にいらっしゃる方は私が見れるかもしれないですぜひ見てください。もし CM 流れたよって、CM 流れたらぜひ報告してください。そうそう、いつ流れるか分かんないんだけどさ、楽しみ。私もすっごく、そう、ずっとねテレビ見てて嬉しいよね、うん、そうなの、お正月はねテレビに出させていただきます。またお知らせも、またお知らせがね1個あるんですけど、今週末かな、もうちょっとだね、明日明後日にはお知らせができると思うんですけど、年末年始こうテレビに、はい、出演させていただきますので。そうなの、1月の1日はNCT さんの番組もありますし、はい、それとまた別でね、そうなの、年末年始のこうテレビのお仕事が、はい、新しくお知らせできそうなので、そう、新潟の方はね見てほしいです、ぜひ。そうなの、嬉しい、うん、だからちょっとお知らせお待ちくださいね皆さんね。いや本当だよ、2023年もそうなの、みんなにね、もっともっと好きになってもらえるように私も頑張るし、新しいことにも挑戦したいですね来年は、うん、私が今すごく挑戦してみたいなと思ってるのは、まあ、前もからもずっと言ってた通りなんですけど、演技の仕事をしたいなって、来年はまたね新たにこう演技のお仕事できるように、映像でも舞台でもいろいろ経験してみたいです、うん、っていうのが目標かな、うん、そう、みんなにもなんか
こうみんなに見てもらえるようなね、こうイベントとかもやりたいし、会えるやつね、うん、そう頑張りたい。あとは公演にいっぱい出たいそう、まあね、明日ねクリスマス公演がありますけど、本当に天気悪いと思うので、そう、あのぜひ本当に来られる方はお気をつけてきてください。すっごいね、またね雪が降るみたいですよ新潟。うん、雪とか、あとはね風も強いかな。うん、めっちゃね、私は大丈夫なんだけどね、本当に車の方は本当に早く出た方がいいかも、絶対本当にやばいのよもう。うん、そうだから明日はね DMM でもご覧ください。新幹線は無事、あのね、そう新幹線はもう多分ね8割くらいは大丈夫だと思う。 80% くらいの確率で大丈夫だと思う。そんな絶対とは言えないけど、新幹線、上越新幹線めっちゃ強いんですよ。そう、在来線とかはどうなんだろうな、ストップしてるのかな、うん、そう移動手段新幹線が一番いいんじゃないかってくらい上越新幹線はもうめちゃくちゃ強いです、雪に、うん、そうなの、雪に強いのよ、めったに止まんないかな。在来線はどうですか、情報を知ってる方いらっしゃるかな。あ、在来線ダメかもねっていう、そっか、うん、上越新幹線はね大丈夫だと思う。在来線は止まるかもね、もしかしたらっていうコメントが来てました。あとはね車も結構なんか多分除雪されてない道とかも多いと思うから、うん、そうそう本当に気をつけて来てください新潟、うん、あ、バス運休なんだ。そうだよね、夜行バス運休だよね、バスもね厳しいよね。あとは飛行機とか、飛行機、そう飛行機で来る方もいらっしゃるから、飛行機もダメかもねきっと。どうなんだろう飛行機ね、飛ばない。でもまあ今日の夜このまま降り続けたら明日は厳しいのかな、どうなんだろう。そう、あとフェリーとかでねこう来てくださる方もいらっしゃるので、フェリーはどうなんだろう、やっぱだ、船ってどうなんですかこういう雪の時って。いやダメか、大荒れだって海やばいもんね。そっか、ダメだよね。そうなのよ、海大荒れだろうね、だよね、今日なんて特に。そっか、結構、うん、そっか、風で波が高くなるのか。そう、警報出てましたよね今日新潟、ニュース見てたんだけど、大雪警報出たのかな、波浪警報が出てた気がする。いやもうだから警報レベルのことなんですね。そうですよね、そっか、クリスマス公演行きたいけど行けないって方もいらっしゃる。そうだよね、今の時期って本当に大変なのよ新潟。去年もさ、あ、今年か、今年の1月かなの、そう新春公演あたりもすごい雪だった覚え記憶がある、うん、そっか、関東は晴れてるんだね、さっきもコメントであったけど、全然景色違うんだろうなもうだからさ、私たまに新幹線乗る時とかびっくりなんですよ。そ
そう、例えば新潟から東京に行く時とか、すごい新潟は結構天気悪いんだけど、もうトンネル抜けたらなんか本当に同じ日本っていうくらい嘘みたいにめちゃくちゃ晴れてて、そう、めっちゃ青空が広がるみたいな。こんなに同じ日本なのにこんな違うんだと思って、そうそうそう、高崎あたりでそう変わるよね、わかる。で逆に東京から新潟に帰ってくる時とかも、そう、なんかトンネル出た途端ゾワーって雨降ってたりして、キャーって、そうそう、まさにあの歌ですね、マックス時315 でもね、新潟のなんか吹雪とかの時は別だけど、新潟の雪景色本当に綺麗なんですよ。だから特に湯沢の方とか、あのスキー場がいっぱいある方は雪景色綺麗ですよ、一面真っ白で、だからさ、 NGT のファンの方はで新潟に以外に住んでる方とか、まあ、今は今のこのなんか暴風雪みたいな時は楽しめないけど、すごい晴れてる日とかの雪景色とかはめちゃくちゃ楽しんでもらえると思うんだよね。そうなの。新潟ってね、まあ、雪大変な時は大変だけどめちゃくちゃいいよね。雪国で育ってよかったと思うよ。そう。ね、いい景色なのよ。スキーしたいな、今年。来年か。そうなの。そう、雪ね。スキーしたいし、スノボに挑戦してみたい、私。髪色いいでしょ。なんか私はね、ちょっと明るいのよりこういう暗めの茶色に落ち着いたかな最近は。明るめもいいけど。そうそう。だからまああれかな。何もない限りっていうか、こうお仕事とかがない限り。でもさ、すごい私憧れるのがさあって、憧れるのがあって、なんかお仕事の関係で染めましたとかさ、めっちゃ憧れる。かっこよくない、なんか。腕ゴム、あね、これね、そう、なんかあの踊る時とかさ邪魔な時結ぶんだよね。そう、ピンクしか染める、ピンクとかやってみたいよ、かわいいとかね。そう、な、そうそう、お仕事の関係で髪切るとかさ。かっこいいよね。そうそうそう、だからなんかさ、お仕事で金髪とか、そう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 、わかるわかる、そう、ハンギョドンから待って、やばい、あれと同化する、セータンティーと、そうね、いきなりショートになったら察します。そうだ、ヒノがそうだったからね。金髪みたい、え、本当に、お仕事で金髪かっこよすぎるよね。で私は多分ね、金髪にしてもまあすぐ戻しちゃうと思うけど、なんかお仕事なら金髪とか全然やってみたいと思う、ね、そのお仕事の期間だけとか、みんなにさ、せっかくだからいろんな
見てもらいたいじゃん、いろんな私。そうそう、だからさね、チャンスだと思うのよ、こうお仕事で髪型を変えるっていうの。なんかさ、どんな髪型、髪色が似合うかってやってみなきゃ分かんないってとこ多いからさ、私も去年までずっと黒髪だったから、でなんか染めるのとかどうなんだろうなって思ってたんだけど、そう、一生黒髪なのかなって思ってたりもしたけど、でも染めてみたらめっちゃしっくりきたしいいやん茶髪って、うん、そうそう、なんかさ一回染めると一生なんかその髪色は戻ってこないのかなって思ってたら、全然そんなことなくて、そう、染め直せばどうにかなるんですよだから髪色って結構どうにでもなるから、私はいろんなのやりたいなって。慣れたよね、わかる、私ももう慣れた。学生時代こっそり髪の毛染めなかった、あ、私はね染めなかった。なんかそう思い出した、中学生の頃いたんですよ。そう、なんかまあもちろん学生の頃は染めるの禁止だったから、学校的に校則的に、うん、だから染めちゃダメなんだけど、なんかさいるじゃんそういうのそういうのあるじゃん、そういうの、そういう気持ちあるじゃん、染めたいみたいな。それで友達がさ、同じ部活だった友達がさ染めてさ、うん、しかも家で染めるやつ、そう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 、家でさ部屋からするやつで染めて、先生にバレて怒られるみたいな、そうそう、いたいた。私も思ったよ、あ、ちょっと一瞬、うわ、これ染めてみたいなっていう、この何、反抗する気持ちがあったことはあったけどやめた。そうそう、夏休み明けとかね、そう、そうなの。私はね、やんなかったです、染めなかった、うん、でさ、なんか先生にさ染めたりしようって言われた、いや海で泳いできましたみたいなこと言ってた友達、うん、ピアスとかね開けちゃダメだけど開けて、そうで、なんか行事、学校の行事ごとではこうここをさ絆創膏で隠してさいたわ、めっちゃ懐かしい。そう、なんかそういうの先生はさ絶対分かってたんだろうなって思うよ。そう、日焼けしただけとかね、そうなの、そういう言い訳をさしてたこともあったな。私はなかったけど私は結構ね真面目に過ごしてました、うん、そうね、いろいろさ挑戦すること大切だよね、髪色とかね、あの学生じゃなくて今ねね、わかりやすいね。高校の時金髪、見たい。私さいつも言うんだ、いつも思うんだけどさ、みんなの若かりし頃の写真とかめっちゃ見たいもん。体育祭は染めてる人多かった。あー、体育祭に向けてさ髪もりもりとかねあった。私もね体育祭の時はなんかすごいそういうの許されてたから髪の毛めっちゃ可愛くしてた。水泳や、あ、出た、水泳やってる人言うよね。でもさ水泳やってる人って本当に茶色いじゃん髪。スカートだけ厳しかったっけね。まあなんか短くしてる人いたけど、私はなんか特になんか私スカートを短くしたいっていう別に欲がなかったんだよね、うん、そうそう、なんかさスカート折って短くする人とかいるじゃん。でも私が高校の時はなんか別にスカートそんな折らんでもよくないっていう感じだったから普通に履いてた、うん、そうそう、
みんなのさ、若い頃の話聞かせてよ。新潟、あ、新潟短いって言うよね、スカート。わかる。でもね、わかんない。私は新潟の J、なんかこれ前も言った気がする。なんか新潟の JK しか見たことないから、わかんないけど。新潟って短いの？だってでも言ったよね。これ階段のホテル、これパンツ見えるんじゃね？ってくらい短い JK とかいるもん。でもギリギリで見えないんだよね、 JK って。すっごい私めっちゃ変な発言しちゃった。やばいやばいやばい。そう、私は、やんちゃしてなかったです、そんな。あー、スカートにジャージね。いたいた。新潟はね、でも本当に JK のすごいところは生足でも全然平気そうなところ。実際私も生足だったから、 JK の時。 JK ってなんか格好つけてる。女子高生の時、高校生の時、そう、生足で普通に寒い中学校行ってたから。わかる。なんかね、女子高生は、高校生はね、なんか強いんだよね、そう、寒さに。私も今の私から見たら、うわ、すっごいなって思うよ。 今絶対無理。寒暖差アレルギーでもダメ。 そうなの。なんかなぜかさ、なんか私の時はね、私が中学生の頃は、なんかこう制服の上に何アウターを羽織るのもなんか違うみたいな風潮があって、もうほんと寒い格好で行ってた。でももう最後の方は、なんでこんなこと思ってたんだろうって、こう我に返って全然熱いタイツとコート着て学校行ってた。 制服の下に着るカーディガンいかにおしゃれです。わかる、超わかる。 なんかさ、高校生の、あ、違う、なんか学生の頃っておしゃれできるのがなんか唯一こうカーディガンとかの色だったの。そう、めっちゃわかる。だからさ、なんかみんなと違う色のカーディガン着てるとかっこいいみたいな感じだったのよ、本当に。そう、わかる。あの頃なんか恥ずかしい、今思い出して。でも私もそう思ってた。だからなんかピンクのカーディガン着てるとなんか、おお、かわいいみたいな、女子の間になるみたいなさ。わる、水色とか。わかるわかる、そう。今すごくその頃の気持ちを思い出しました。その頃はなんか人と違う、そう、なんか私は人と違うのがいいって思ってたから。懐かしい。そして あの頃の自分ね、今もあんのかな、そういう風潮は。私はね、何色着てたかというとね、なんか学校で指定があってね、実は黒か紺っていう一応カーディガンの色指定あったんだけど、私は グレー着てた。 グレー着てブレザーの下からちょっと出すっていうことしてたわ。写真ないんだよね、ちょうど消えちゃって。もうさ、その頃の携帯ないからさ。そういう、もう何、少しの抵抗みたいな やってたはず。 グレーとかさ、あとキャメルみたいな、何、キャラメル色みたいな。そう、まあ、ちゃんとでも勉強はしてましたよ、一応。 懐かしい。ラブラの横の看板変わった、本当に？こんな、じゃあ寒い中変えてくださったんだ。うわ、見に行かなきゃ、それは。
いいねいいね。やばい、もう結構時間経ってしまった。ちょっと今日は短いのですが、この辺で終わらせていただきますね。そう、ちょっと明日に向けてね、またいろいろ確認しなきゃな。はい、じゃあまた配信しますので見に来てください。ありがとうございました。みんなおやすみね。体調に気をつけて休んでゆっくり。ありがとう、またね。おやすみ。ありがとうみんな、またね。